デイリー NK とは大韓民国の市民団体である北朝鮮民主化ネットワークが発行するインターネット新聞である北朝鮮ニュースのハブを掲げており朝鮮語版のほか、2007年1月からは日本語でも情報を発信している他に英語版中国語版がある2010年4月より東京支局が開設され初代支局長として公益が就任した 2014年12月17日に日本語版は Daily NK Japan としてリニューアルされた。2009年以降は中央情報局と深い関連がある全米民主主義基金から多額の運営資金が提供されている。全米民主主義基金の公式ウェブサイトで公表されている提供額は2009年には13万ドル、2014年には36万ドル、 2015年には20万ドル、2016年には20万ドル、2017年には25万ドル、2018年には27万ドル、2019年には40万ドルに上る。編集母体が朝鮮民主主義人民共和国の民主化を目指す団体であるため、北朝鮮の現代性や韓国の対北融和的な政策、団体に対する批判を極めて強く打ち出している。 記事執筆者には脱北者を含むほか、北朝鮮の内部消息筋へ通じる強力な独自取材網を持っており、北朝鮮の市場の現況や日常生活に関する記事が多いことが特色となっている。内部情報の正確性について、金馬さんは市場や地方の情報は正確だと認めている。二千九年十一月三十日、電撃的に行われた 北朝鮮温華兵改革については世界で最も早く伝えスクープとなった。なお、デイリー NK のデノミ報道に対して統一部は確認されていないとして否認していたが翌日には事実を確認した。韓国における北朝鮮による拉致被害者問題も精力的に取り上げている。2014年11月26日自由朝鮮放送開かれた北韓放送 お頭部の、各物及び、デイリー NK を加えた、大北4団体は、国民統一放送発起人大会を催し、大北放送媒体、国民統一放送を設立することを明らかにした。また、同年12月13日付で行われた、法務省と、ふるさとの風の放送主体でもある、日本国政府拉致問題対策本部が主催する、 大北朝鮮ラジオ放送シンポジウム北朝鮮の人権問題、拉致問題とラジオ放送の役割への同北旗団体大北放送関係者の参加を前にして朝鮮中央通信論評は同年12月9日付でウェブサイトネナラ等を通じこれら北旗人格団体への名指しでの非難を行い朝鮮の声放送等対外放送によっても同論評による 避難声明を放送した。ありがとうございます。